5番平山由紀です。聞いてください。ロックの定義。ありがとうございました。ありがとうございました。平山由紀さんのパフォーマンスでございました。さあ、はい、やってみていかがですか。すっごく緊張して、ずっと袖でもドキドキして、大丈夫できるって自分で言い聞かせながら待っていたんですけど、実際パフォーマンスしてみて、声は震えちゃったし、ちょっともっとできたんじゃないかなって思うところもあったんですけど、自分なりに精一杯頑張れたのでよかったなって思います。いいね。さあ、ということで、今回の実力診断テストに向けて何か頑張ったこととかありますか。このステージ上ではすごく大きな音で音楽が流れるので、びっくりしちゃうタイプなので、大きな音で練習を普段からして、驚かないように、自分が焦らないようにっていう練習をたくさんしました。ちょっと審査員の方から笑いは漏れる。家でこう爆音で聞いてるんですか。はい。それは大丈夫なもんなの、こうご近所の方と、まずお家の方もそうですけど。お家の方は、ちゃんと協力してくださったりするし、お昼のすごいお日様が出てる時間に流すので、代わりの人にも迷惑をかけないように気をつけながら練習しました。またやってんだなーなんて思って聞いてるのかもしれないね。はい、はい、じゃあご近所の方にもね、いろいろね、聞いてみたいですけども。さあ、それでは審査員の方にね、聞いてみたいと思います。橋本さん、いかがですか。はい、はい、ね、ご近所迷惑になってないかちょっと心配になってますけどでも、すごい良かった。声がすごいかっこいい。ありがとうございます、すごいリズムのキレもあって、多少ね、音程がずれたりするとこはあるんだけど、このかっこいい声を出せるっていうのはすごい武器なんで、これをもっと伸ばしていって、その代わり近所迷惑は気をつけて、そういうことですね、引っ越ししなきゃいけないことだと大変だからね。はい、ありがとうございます。はい、わかりました。真琴さん。はい、これはきっと平山さんに限ったことではなく、こう回を追うたびに衣装のクオリティがすごく上がってて、ほんの 2,3 年前ならちょっと正直なところ手作り感満載の、学芸会で、タコがいっぱいぶら下がってるとか、それは一人だから誰か今いますね、頭に。これだから、どっかでも衣装かっこよくなりすぎてるのを、もう上限5000円までとかそういうルール作っていかないと衣装競争が始まると大変だな。まあでもそれぐらい今日の衣装が素晴らしかったってことですよね。みんな本当にすごいね。やっぱこだわって作ったんですか、それは。衣装は、自分が好きな青のスカートを入れて、で前回は髪飾りをつけたんですけど、その時に一番目玉というか、目立つところにバラをつけて、ステージに立ったんですけど、前回のうまくいったなってところも生かしたいので、同じバラをここに縫い付けて、前回の成長を見せたいなって思って。スパンコールはどこで売ってるの。いや、この上のジャケットみたいなのは買ったので、分からないです。こういうものは今も売ってますね。はい、そうですか、はい、失礼しました。はい、はい。